来てるぞ来てるぞ、いけいけいけ、よっしゃ来た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 、オッケー。さあもうこれぞくん取ったからもういいや、死んでも、もう紆余曲折を得てどうにかここまで来たんだけどさ、まあいろいろ大変だったんだ。いや間違ってさデータ消しちゃって、まあ、消しちゃってっていうか、まあ、ちょっと足ぶつけてさ、最後にセーブしたところからやり直しになって、でとりあえずここまで戻ってきた、現状復帰で、ここさまだデリバシティバツついてないんだけど、まだやるべきこと残ってるんだろうなきっとな。でちょっと待って、画面の調子があんまり良くない。ここでこれあれか、ボンバーマンいたじゃん、ま、ボンバーマンっていうかこの家かな、爆弾職人いたと思うんだけど、こいつさ、いや俺っち爆弾、いや名前は爆弾って言うんだ、おーそうなんだ、お前今朝熱心に働いてたよな、ナイスガイだよな、いやベストガイってか、ガハハハフ、どうかしたでござるか、いや最近せこい爆弾を作る仕事ばっかなんで、景気のいいビッグなやつを作りたくてしょうがねえのさ、拙者の花火爆弾をパワーアップしてほしいでござる。お言うねえサスケ、あんまり自分から言わなさそうな感じするけどな、いいのかい坊主なら前金で500両だ、結構な金額だな、いやまあ結構な金額だけれども、ゲームオーバーにならずにうまいことここまでやり直ししたデータでここまで来れてるからさ、お金別に問題ないぞ、今1300あるからな、払う払う、よろしく頼むでござる、お安いご用だ、てや、そりゃ、そりゃうし完成だ、これで坊主がため打ちすれば、強力な大花火爆弾を投げれるはずだぞ、サスケ大花火爆弾を手に入れた、ため打ちすれば爆風が広がるぞ、感謝感激でござる、てやまた会う日までさらば、もうどう見てもカールおじさんにしか見えないんだよなこいつ。で、まあ、せっかくだから、あら、やっと。ああ、いいね。で、これでこのステージは完全にクリアした扱いになってるから、はいはいはい、オッケーオッケーオッケー、バツついてるね。いや、せっかくだからさ、今、これぞくんを手に入れたから、てか、これあれか、花火のお金がなかったとしたら、ここで今みたいに、女から金巻き上げて、どうにかしろみたいな、そういうところなのかもしんないね。で、おいでやす、おやと。で、ここでセーブして、旅日記さえつけてしまえば、多分データやり直ししたとしても、これぞーくんのところからやり直しはできるはずだと思うんだけど、で、そうだな、いや、今死ぬときにさ、ドキュンみてえなやつと殴り合いして死んだじゃん。で、その対策が、まあ、今回のパートで重要になってくるから、ここの、あー違う、こっちやねえや、よろず屋ってどこだ、町のよろず屋で一番いい装備を購入しておいて行った方が無難だわな。でおにぎりと、いや間違えた、いや2個以上買えるようにしてほしいよな。で鉄株、まあ、弾は飛んでこないと思うんだよな、殴り合いの喧嘩をするわけだからさ、要はで、鎖が扉。さあ、これで一番いい装備。現状可能な一番いい装備を入手したことによって、さあ、もう一回行こう。水野城の途中から。上。上。あ、出れんのか戻れんのか、ちょっとびっくりした。いや、そういえば、あれだよ。ここの水野城のお城そのものからも、最初の剣道のお面あったとこあると思うんだけどさ、その剣道のお面があったところもあれできるんだよ、左側に動けば、まあ、一応戻ることができるんだけど、まあ、今回動画撮り始めてたまたま気づいたんだけどさ、んで2ラウンド目大丈夫か、こいつ何やってくれ、ガードが硬いだけか、オッケーオッケー、ダッシュもしてくんのかこいつ、うえ、いやいや逐一あれだよな、逐一これぞーくんが欲しいわ、もう鎧ないんだぜこっちは、鎧もないしライフも2しかねえし、
5ラウンドぐらい戦うよな、確か。これデージョンか。うわ、超東みてえだ。ハリケーンアッパー。あ、でも普通のぶん殴りしてこないってことは逆に、いや、してくるわ。普通のぶん殴りもしてくる。くそ、オッケーオッケーオッケー。ういうい、よしよし。あいつハリケーンアッパーやった後に隙が生じるから、その隙にぶん殴ればいいんだろうけど、それが難しい。いや、第2ラウンドよりも簡単だったわこいつ。さあ第4ラウンド。いや、もう戦わなくていいだろう。あ、お前アッパーとか使うの。いや、ここきついって。でもうえ、いや待って、向きが悪い。俺の苦手向きだこっち。うえうえうえ、オッケー。パターン入ったか。よし、しゃぶねー。いや、もう1ラウンド戦うのきつくねえか。俺1回しかダメージ食らえないんだけど。さあファイナルラウンド。いや、もう何やってくる。うまっ、くっそ、フェイント。いや、逆にあれか、もうハリケーンアッパーして、ハリケーンアッパーしてこないのか、昇竜拳しかしてこないタイプなのかもしんないね。いや、ここね、鮭おにぎりとかそういったものの類なしでやるのはだいぶえげつないと思う。で、ゲームオーバーなってお金も半額になっちゃったんだけど、ここでお金をまあ徴収できるから、まあ、回収できるうちに、回収できるもん回収して、次でいけるかな。いや、第1ラウンドのやつが一番手強かったように感じるぜ。で、鉄兜も買って、ハリケーンアッパー、そっか、ハリケーンアッパーって飛び道具扱いだから、だからダメージも食らってたのかな。今なくなってたもんな、手元からな。さあリベンジマッチ、ほら。ダメージさ、通ってないよね。通ってんのか通ってないのか、それすらもよくわかんない。こいつがハリケーンアッパーを出してこないから、逆に間合いを取りづらい。だから第1ラウンドのやつの方がぶっちゃけた話一番強いよな。いやいやいや、当たるって。オッケーオッケーオッケー。いや、第2ラウンドも第2ラウンドでこれといって特徴ねえか。うえ、もう先手必勝。うえうえ。いや、第2ラウンドの方が弱えな多分。第2ラウンドはある程度距離保って戦うタイプだから、今みたいにやるのが一番正しい。さあ、で、超東で、ハリケーンアッパー。いや、ハリケーンアッパーの後好きできてなかったのか今。うえ、好きできる時とできない時があるのか。必ずしも好きができるとかそういうわけでもないのか。うえ、第3ラウンドがでもやっぱあれだな、一番やりやすいよな。あ、くそ、距離、あ、くそ。いや、もう早くたばれ。あ、ハメハメできんのかよ。なんだ、ハメできんのか。え、でもこれし、ある程度時間経過しないと解除だって。もう何回もこれ普通にどう考えてもオーバーキルするぐらいぶん殴ってるけど、無敵時間みたいのがあるんだろうな、そのせいで。だよね、マジクソだわこいつ。無敵時間あるから連続で一気にはめ倒しするのができないみたいなさ、観客宇宙人みたいな頭のやつばっかだな。うえ、いやいやいや、えぐいってこいつマジで。うえ、くそ、もう何もねえ、もうやめてくれ。オッケーオッケー、もうおにぎりしかないんだ俺には。オッケーオッケー。うえ、もうちょっと飛び道具的なやつ欲しいよな。うえうえ、オッケー。うわー、残り HP でいけるかな。こいつ、ハリケーンアッパーしてくんのかよ。第4ラウンドとの違いが分かんねえ。ちょっとずつ猛進アタックしてくるぐらいか、こいつの違い。あぶね、
いややめろやお前、えぐい攻撃すんな。オッケーオッケー。もうコメントができねえ。よし頼む頼む、勝たせてくれ。いやこれ歴代五右衛門の中ボスで一番強いよなこいつ。いやもうくたばれ、はよくたばれ。オッケー、あぶね、奇跡だ。もう絶対無理だと思ってた。んで右行くと今度はまだ続くのかよ。いやいい、でも突破したから、言うて突破してるからオッケー。はい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 、もうサスケって感じだよね。その TBS でやってる山田勝美とかが出てる方のサスケ。うい、ああしまったな。これさ、これボムで壊して、オッケーオッケーオッケー。もうあんまり死にたくないから、極力死にたくないから、もう飛び道具とかもそういうのもフル活用でやっていった方がいい。さあで乗って、もう魚出てこないよな。うい、ああオッケー。ああでも1ダメージ、1HP しか回復してないのか。でもここすごい優しいよな、この後ろの中で一番優しいスポットかもしれない。まあ、橋休め的な、そんな感じだよね。ああ、はい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 。まあ、上の部分にストッパーがあって、そのおかげでどうにかなってる。ああ、危な。まあ、とりあえず待とうか。待って。バカ！あぶねえ。ドンキーコングとかにもありそうなギミックだよな、これ。で、ちょい待って。これ普通に難しくねえか。で、ここ休憩スポット。あ、これ逆にあれかな。左側登ってった方が。ああ、多分これだな。はいはいはい。多分これの方が適切。オッケーオッケーオッケー。で、うまくスポって はまって、からのこっち。勘が冴えてる、勘が冴えてる。よし！一気に行ったれ。もうボスかな。まだか。どんだけ投げんの。おー、上東。おー、上東。ガイルもいる。うん、カプコンに喧嘩売ってるぞ、このゲーム。んで、いや、さすがにこのフロアの、このフロアを越えた先はゴールであってほしい。いや、道がわかんないんだけど、これこっちでいいのかな。オッケー。間違えた。うんで、あー、オッケーオッケー。団子で HP 回復。パワーウェーブやってるやつもいるな。でもテリーボガードの見た目じゃないよね今のね。うわー、やっちまった。ガイルはもろガイルの見た目保ってるけど、ちょっとね。で、ジョー東もジョー東の見た目保ってたけど、さっきの一瞬見えてたパワーウェーブ野郎は多分テリーボガードと見た目違うと思う。で、あー、オッケーオッケー、癒される。はい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 、あぶね、ういういういこれさ攻撃できないもんな。ちょっと待って、降りて、いや地道に一個一個行って、ここ当たんねえもんな。弾き返された。いや下の上東を倒したいんだけど、どうにもなんねえ。オッケー、もうジョー東は倒さなくてもいいか。こいつは人畜無害だから。待て、うい、エイムが悪い。オッケーオッケー。で、一個一個確実に越えていく。いや、これどう、こうか。オッケーオッケーオッケー。うわっ、うわー、しかも復活してる。うわっ、やっちまった。いやでもここ、うわ復活してる。くっそ、うわ、これで殴り込みいけるかなと思ったけど無理だった。んでもう一回気を取り直して、もう HP が1しかない。マジクソだ。 OK でちゃんと登って、うわちょっ、はあ、なんなの。